間お疲れ様でした。本当にここまで難しい1週間、あんまりなかなかないぐらいの経験をみんなしたと思います。でも、今日このゲームができて、いいとこも悪いとこもあったけど、俺らとしたら自信になることをしたら、来週に向けて全員が勝てるって思ったと思います。次の1週間の過ごし方がすごく大事です。またみんなでいい準備しましょう。 Let's have good preparation next week.最終戦となって、ホーム戦できるテストマッチ少ないと思うので、必ず勝ってファンの方たちと笑って終えるように頑張りたいと思います。本当最高の舞台で、最高の相手と、そして最高のチームと、最高のチームメイトとライブできるのがすごく楽しみです。精一杯本当チームに貢献したいと思います。たくさん、ファンの方が来てくれるっていうのも国立競技場、日本の中でも特別なスタジアムで、よそでは5万人を超える、ファンの方々がこう来てくれる予定ということで、本当に楽しみにしています。またこう自分たちのパフォーマンスっていうのを、少しで背中を押していただけたら嬉しいですし、本当にそこでみんなにこう喜んでもらえるようなパフォーマンスを、そして、勝ちというところで喜べるようにしたいなと。素直で真面目で、それがあったこそみんながサポートしてくれて、それの感謝もしたから、楽しみにしてできる。めっちゃ緊張してるんだけど、人は寝れんでも、ラグビーのうまさは変わらない。こいつでやることを勝手にやってきたけど、明日の試合は別にミスしようか、なんだろうか、自分のいいとこ出して、楽しめば、必ず結果が返せるから。And then we'll also come. Let's work together. Let's play together. Hey, Jay. Hey, guys. First, this jersey to wear, I'm so proud of it. I'm really proud to be wearing this jersey tomorrow. For me, Japan is a place of honor. I've always been admired in the national team player.And I wasn't expecting to be here at the religious duty today. ですけど、その中で自分の人生に関わる人たちがたくさん自分のことを支えてくれて、I met a lot of people who supported me throughout my life. なので、明日は、まずは、
僕の人生に関わってきてすべての人たちにまず感謝をしたい。I'd like to appreciate all the people who involved. このスタジオに来たいと思います。That's my life and I will do it duty for them. 明日自分できることはもう体を張ることなんで。What I can do tomorrow is put my body in front. 勝利のモメンタムを自分が与えられるように。So I can give the momentum to win the game tomorrow. 体を張っていきたいと思います。I'll put my body full out again. よろしくお願いします。
のファンの前でもうプレーできたということだけで、すごいあの経験、いい経験になりました。まだ秋のツアーも戦い始まると思うので、少ししっかりアピールして10番強いように頑張ります。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。U20 の大会で試合してたんです。あ、そうなんです。で、さっき喋ったら卵持ち。いや、もう最高でした。やっぱりそうです。やっぱあのホームゲーム、ホームと国内でこれだけ多くのお客さんにあの応援してもらえてやれることってそうないと思うので、本当にあのいい経験できました。まあ本当に勝て、まあパラレバスって本当に勝ったゲームだったと思うんで、そういう意味で。まあ、ちょっと詰めが甘かったところあります。オフシーズンになるんですけど、自分に何が必要か考えてあのトレーニングしていきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。5週間、6週間一緒にやってきて、まずは言葉、自分たちの使う言葉を作るとこからワークショップが始まって、その言葉がただの言葉じゃなくて、だんだん意味を持ってみんなできてきたと思います。
and we kept building the roots. これっていうのは僕たちの文化だと思うし、I think that's our culture. ここからもっとさらにその文化っていうのが強くなってくる。Cultures could be stronger from here. それをグラウンドで表現できる、もっとそこが強くなると思う。And we can show that on the field. ここから少しみんな離れるけど、But now we're going to get separated. つながって、But we can still 最後また次やった時に、Once we come back and gather, いいところからもっと良くなれるように。We can start from the good and we can be great.いいオフにしましょう。Let's have a good day off. 本当にお疲れ様でした。やらないか。